ケント君優勝したね。優勝しましたね。危ない。すごいね。すごいですよ、うん、もう決勝もドキドキした展開でしたし。そうだね、途中もねヒルヒルで勝ってるとこありましたからね。そうだね、すごいよね。14歳でもう全日本を制してしまったからね。最年少ですよね、はい、確か、はいはいはい、かなり破られない最年少じゃないですか、14歳って。ね、14歳じゃね、もう最年少記録更新ですよ。すごいですね。素晴らしいプレイアウト、はい、大したことないタックンが。そうですその通りです。また戦うんですか。これそのそうですね、はい、これあの前回出した動画の直後の、はい、あ、はい、2回目、こんな僕ともう一回やってくれるんですかと。なんでいい、時間を使わせてしまって本当に申し訳ないですっていう立場で、はい、あのやらせていただいてそうだね、もう、はい、雲の上の人だからね、はい、そうですね。それでボコボコにされた動画です。あ、無双状態の、無双剣と無双状態の動画ですね、はいはい、じゃあ早速いきましょうか、はい。前回に引き続きこれキラックになりますね。あ、そう、何ゲーム選手でしょうか。勝ち先で、はい、交互ブレイクになります。交互ブレイク、じゃあまあチャンスがね、一応つくチャンスは回ってくる、はい、あ、取り出し14コンビ、得意のコンビですね。14コンビ入れて20死んでる状態ですね。そうですね、だから14入れて1さえ取れればもういけると、はい、これなんか14入れて1が8に当たって1も入っちゃって次20パパーンってね。ああ、なるほど、 そこまで見えてるんですね。もう見えてますよこれ。でも多分動画で見えるより結構触れてるんですよね。結構触れてそうですね、確かに。あとちなみに僕このコンビってその先玉2つが近いコンビ結構下手なんですよね、はい、なんか。なるほど、はいはい、離れてる方が入ると思ってるんで。すごいですよ。おっと、これ多分あれだな、セーフティーですね。セーフティー来ましたね。全然見えてるやつ、まあ、ちょっとプランもちょっと分かりづらい。セーフティー8の裏に行こうとしたんですかね。多分分かんないですね。分かんない今見ても分かんないです ね、 ですね。まさかセーフティー行くという感じで見てなかったんで。確かに僕も今見たらあれ一応行った方がいいんじゃないかなという気すらしますが、ね、まあね、実際構えてみると違うから、はい、さあ、まあ、1番から2番はイメージ通りではないと思いますけど、はい、まあ、サイドですね。サイド、おっと、さあここで再び回ってきました。回ってきました。これでトラブルがなくなりましたね。まあ、これ1球目がかなり難しいですね。手からなんで結構強めにつかないとセンター付近まで持っていきたいですからね。そうですね。わあ、すごい。うまい。うまいですか。でも熱い。熱い。熱く出しちゃダメなんですよね。これでもちょっと多分触れてるんで、あの下のチョークッション側に手玉を持ってきて遠目からで5番。ああ、なるほどですね。と思ってさっき見てたんじゃないでしょうか。なるほど、なるほど。そっちか。全然違いましたね。はい、押しだった。でもタックンやっぱりしっかりつけるから熱くてもうまいよね、回し方がね。まあなんか全圧だけがちょっとやばいですけど、それ以外こういったのは逆にね、ちょっとね。持ちすぎさんで外すパターン。6と10の間はどうするのかな。7とチョークッションの間かな。ちょっとサイドだね。僕はサイドで何ですかそれ何ですかこれ。分かんない。入れたね、5番を入れたんだね。あれじゃないですか、7と10に隠れるのが怖すぎてただ弱くついただけのやつそうですね、全然手玉もないの分かってませんね彼は。2試合目だからね、温まっててもおかしくないところなんですけど。確かに。ちょっとなんかな、覇気でも出されたかな、ケント君。出されたんでしょうね、おそらく。まあでも、得意のバンクです。知らんけど。うわー。いやー、そっちにコールしとけば。得意のフロックでしたね。やっぱどっか入るんだよね、タックンぐらいになるとね。テンポルはちょっとやっぱ苦手だよね。ちょっとそうですね、コールミスですね、今の。だからケント君はパスすることもできますけども、オプションっていう状態でね。はい。フロックの場合は。もうパスは絶対しない。パスはしないですね。いやー、危ないね、本当に。しかもああいういい形で残り4球とか回したらもう絶対綺麗に取り切ってきます。気持ちよく球が振れるからね。はい。
だけね、どんだけ後ろまで引くんだみたいな。すごい。あの一戦目の時よりやっぱ硬さが取れて、そうですね、気持ちよく振り抜いてましたね。いやー美しい。球質がいいですね。球質いいですよ。これはちょっと暗雲立ち込めるの巻きですね。はい。あ、そう、これキラックだったから最初だけ、ケント君の最初のキラックのとこだけラックシーン残してましたね。これね、ラックもね、あんまりやらないからね、木でね。木、ね、難しいっすよね。でも気楽に戻してもいいと思うけどね、なんかね、うん、ちょっと楽に時間かかりがちな気もしますけど、気楽か気楽で楽しいですけど、ね、セルフラックでね、はい、もう30秒以内に楽しなきゃいけないみたいな、ね、え30秒以内に楽をしなきゃ、どんだけ離れて も終わりみたいな。それも確かに面白いかもしれない、ね。おかっこいい、かっこいいな、かっこいいですね。ほぼほぼ右側に来てるもんね。2コインで1番の取り出しが、あらあらあら、12、12、5、6、7、8、9かな、12、4、5じゃないですか。あ、4か、12、9の下に、なるほど、紫の4が難しいね。2から4が綺麗に出ればっていう感じでしょう。そうですね、だからちょっと難しいけど、あ、結構まっすぐ上ついて10のかわしてチョークッションに入れて出すんですか。これは引きですか。引くんじゃないですか。お、あとここだけだね。これを、これはどうだろう、左上下かな。だったら左上なんだけどな。左上でサイドに、5番サイドにみたいな。あれ5番ですよね、そもそも。あら、うまいね。違う、7か。7なのか。あ、7か。じゃあ、我々が見間違ってました。7、7でしたね。7でしたね。左上ではいかないね。はい。当てにいった感じだね。そうですね。この絶妙なコントロール。素晴らしい。まあ、これでも8、9がちょっとね、8、9、10ってね。8、9、10、これだいぶ嫌ですよ、僕は。そんな上ついたら隠れるけどね。はい。僕隠してそうだな、ね、今。しっかりビタッとね。これいいとこですかね、手玉の位置的には。かなりいいですね。いやー、いいソロですね。いやー、本当です。ちょっと薄いか。そうだね、ちょっと薄いね。どうすか。男前、素敵、素敵だね。しっかりバタバタと、うん、しっかりバタバタと。あれ中途半端になんか手玉を意識して弱くつくと外しがちなやつですから、ね。ああ、もう素敵だね。マス割り。おお、トップブレイクしてる。あ、ここ交互ブレイク、ね。よかったね、よかった、ね。はい。ただただケント君の球を見るのかと思ったら、いやでも大体そうですよ。こうやってね、あ、入りました。これ見てる人なんかみんなケント君のプレーを見たいわけだから、あんまりね、出てきてもらっても困っちゃう。この1番どうすればいいんですか。これ、これどうすればいいですか。これ何が正解ですか。正解なんですか、これは。プッシュする場所もそうですね、分かりませんし、うん、入れるとしてもなんかこのまま一回なんだサイドの手前にクッション入れて、はい、上ついて、はい、手玉がトロトロトロって鉢に向かっていくやつあったじゃないですか。ありましたね。あれ鉢もうちょっと浮いてたら行きやすい気がしますけど、ね、でも一番が単に行ってみたいな、そんなのやれるとこに置くとか。あ、手玉を、ね、そうそうそう、ちょっとだけちょっと触って今タンクッションの方に持っていくとか、あ、タンクッションに向かってプッシュしてチョンって、そうそうそう、で相手の出方を伺うみたいな。これ今なんかコールしましたよ。コールしましたね。なんか10番じゃないですか。違うね。1番サイドかな。あ、なんだ。プッシュかな。これ何、ね。ああ。
コーナーバンク、コーナーバンク惜しかったね今ね。惜しかった。ちょっと数ポイントぐらい近かっただけで。惜しかった今。惜しかった。穴がもうちょっとね、2,30 倍だったら入ってたと思う。サイドとコーナーの間ぐらいに穴があったから、ね、入ってましたから。そうですね。あそこに穴がある場合もあるかもしれない。惜しかったです。全然違いましたよ。ナイストライという。多分相当パニクってましたね。そうです、ね、どうすりゃいいんだと。だからもうさっきからおかしいですよね。さっきの5番のイレイチというのどうしたらいいか分かんなくて、ね、コーナーバンクしかないみたいな感じ。わあセーフティー、あバンコーナーバンクアンドセーフかな、安静気味のやつ、ね、あでもセーフティーじゃないですかね、3人も出してないです。確かにこれがあったのかな、あんま覚えてないんですよね。どうだっけ、めっちゃ見てるな。10と9の間を通るような感じはあるわけなんだね、きっとね。ですかね、ちょっと分かんないですね、覚えてませんね。当てはあるかなみたいな。見てるもんね、超見てる。あ、急させますよ。カーブ？ちょいカーブかな。そんなの無理だよ、僕って今。多分、おそらく彼は思ってると思うんですけど。タイムマシンに乗って言いに来いよ。それ無理だよ。これ多分入れがないんだな。あ、来ました、ワンクッション。得意の。はい、ワンクッションといえばで2番入れに行くんですね、多分。さっきのバンクも惜しかったから、これも多分ね、かなり近いところだと思います。 でもこれ言うても2番結構穴前なんで、当たったら結構入りますよね。入るけど出ないんじゃないですか、そうすると3番ですよね、次3番ですとかなって言って、俺出てっていう球じゃないですか。 それは違うわ。惜しかったですね、かなり。かなり惜しかった。惜しかったですね。かなり惜しかったです。はい、2番があと2回りか3回りぐらい大きかったら当たってましたね。そんなことはないんで、全然当たってないですよ。そうですね、だとすると、うん。惜しかったです。さあ、こうフリーボールね、ボールインハンドから。一応言っとくと、きっとあれ入ってスクラッチするんじゃねえかなっていうので、うん、スクラッチしなそうな感じに当てようとしすぎたんでしょう。はいはいはい。ちょっとセーフティーにもなりそうな感じですね。そうそうそう、全然違いましたけどね。いやそんなことない、惜しかったです。これレストがやっぱケント君うまいんだよね。うまいね、しっかりついて、あの多分突き慣れてるから。あれは7ですか6ですか。4です。あ、違う違う、4の次が4の次6です。6ですね、はい、じゃああれは7なんですよ。ここはなんか4から、これも難しいですよ、9と10の間。まあでもちょっと触れてる、ね、右つくのかな。これが中にも隠れそうだし、9にも隠れそうなところなんで、うん、これもまあまあ振りがあるんで、7番サイドに取るにはってところではないですか。左上とか、か右いっぱい入れるとか。あ、絶妙ですね。絶妙。いやそんなとこ出ないの。すごいな。そんなとこ出んの。あとちょっとね、強かったら大変でしたけど。確かに。まあ、弱くてもいいかなぐらいだったのかな。コーナーでもいいかな。そうかもしれない、うん、もしかすると。こうなるともう9ポンポン玉です。穴前でポンポン玉ですね。この9なんかもこの同点をあとね、これ右かな、ちょっと右入れんのかな、ね、ちょっと右入れて、うん、直角に出して、素晴らしい、素晴らしい。これなんかもね、真ん中ついたらスクラッチしちゃうから、どうするんですか。これは上ですか、下ですか。ちょっと下じゃないですか。ちょっと下で引いちゃうやつですか。上ですね。上でしたね。ことごとくですね。ことごとく。はい。まあ、やっぱり9番、先でも遅い方がいいからね。下だと速くなっちゃうから。もう最近もうスパンしかつけない。なんか来ましたよ、なんか。僕あれです、オーナーが、はい、スピードガンを持って、あのなんかケント君もだし、はい、ケント君と比較で周りの大人たちのスピード測ってたわけですよ。ああやってましたね。何キロ何キロ、はいはい、でこれ僕がボコボコにされてるかゆえにちょっと邪魔してやろう精神でオーナーが来たわけですね。あ、なるほど、頑張れた。そう、今だからオーナー見えないところでこれ測ってたスピード。ほら作戦に引っかかりましたね。そう、完全に作戦。作戦って言ってます、ね、36キロ、36キロ、36キロ、すごい、ね、速い。
全然見えてないですね。何も見えない。また来るから。また来るからって言って。援護射撃が来たわけですね。はい、そうです。ここでタックにフリーボールを。フリーボールが来たので、はい、チャンス取り切りたいんですが、切りたい。ただ、はい、これ球が多くないですか。多いね。西郎やって多いんだったね。球10個もあるとちょっと大変ですけど。そうだね。でもいいね、これ1個出てるじゃないですか。あれちょっと強いかな。まあ大丈夫じゃないですか。8に当たないでタックしちゃう。あれこれでもこれはなんか取り切らないとダメですね。いやでもまだちょっと難しいです。これをツークッションでタン心の下あたりにツークッション、はい、あれどこ入るどこ入るそんなとこ入るの。そんなとこ入る。あぶね。すごいな。今のはサイドスクラッチが危ないラインです。危ないですね。ちゃんとひねってないですね。もうひねれてないですね。怖くてね。これも7をかわして、ね、多分外すイメージがあったんですね。ひねった瞬間に、ね、うん、ありますよねそういう時ね。これ上でしっかりついて長長で長長もしくはまあワンクッションでって感じですよね、はい、4を左上のコーナーに取ると。いやー出てないな。ね、どっちがしっかりつけてないな。どっちつかずです。超できたかったです。まあでもこれも頑張って入れれば、あちょっと5に出ないですね。力加減で微妙な位置に行きそうですね手玉これ。ね、7と5の間にうまいこと出てくれたらいいですけどね。まあ入れ自体難しい。これ嫌ですよね、うん、入れが。ちょっと押せればでも5番サイドに行けるかもしれない。あ、うまい。入れた。ちょっと微妙。いや、近いよ、近いよ、怖いよ、怖いよ。しかもこれダメですね。変なとこ出ちゃいましたね。変なとこ出ました、これ。かなりテクニックが必要な。これはサイドに、いや、コーナーか。うん。サイドかコーナーかって今両方見てます、うん。どっちもポジションが難しいです。押す。熱いの？そんな熱いの？多分これ結構、コーナーに熱いんだと思う。そしたらまあ頑張ってるんですよ。あ、そっち側ではないんです。そっち側の振りなんだ。入れた入れた入れた。入った。すごい。ナイスショット。まあまあ振れてたのか。だから、ね、ナイスショット出ましたよこれ。援護射撃これうまく使えたんじゃないですか。結構でも危なかったですね。入るか入らないか。うんうん、いやでもうまい、うまい入れ方ですよ。これをここまでも重要ですね。8がまた狭いんでポジションするのが。そしてサイドにねポジションっていうのはね非常に一転がりで全然違う球になっちゃうんで、ね、これ止めるんじゃないですか。だからあ止めてコーナー、いや止めてサイドでバタサイドカットみたいな。バタさせる。あなるほど、はいはい、あなるほど。中途半端に引くと、ね、そうですね。あいい無理になる。いい選択じゃないですか。これで右上ついてツークッション上だけ。いやこれ多分上だけで、上だけでワンクッション。右上ついてツークッション。あ、超で上のターンってことですか。いや、これどうなの。振りが上だけか。上で10と上だけだと思うんです。10の下を通す。あぶら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 え左上ってこと。右上でしょ。下のサイド前に、サイド前の直所に入れて右上をつくの。あ右上か、うん、はいはいはい。今のなんかあの号泣のサイドカットと一緒じゃないですか。サイド右側の直所に入れるんですか。そうそう、直所ちょっとこう、ちょそう右側の直所チョークが置いてあるところ。そうそれがね多分そこに入るイメージがないんだろうな僕。そうか。でもまあ振りもそうだよね。確かに振り的に立ってみないと分かんないからね。なんかあそこでもなんかやってんねあれオフで。もしくはあのちょっと右上入れたけどあのライン走っちゃったから。ああなるほどね。じゃあ左だったみたいな真ん中とかだった。すごいやっぱ36人何キロだった。26って言われてる。26、はい、大人たちは誰も30超えないのに。そう一人36。暴走ですよ暴走。これでも確か僕の記憶が確かだと向こうの方で急ミスした人がいたんで、はいはい、僕抑え目についてます。あこれ、はい、もう急ミスするイメージが誰かに響き渡った。そう、はいはいはい、店中に響き渡ってたんで千里走ってたね。千里走ってましたか、はい、みんな
プレークでおかしくなっちゃってるわけですね。いやうまい、綺麗なドローですね、うん、こういうの決まるともう乗ってくるよね。これでもここ難しいですよ、4番が10の、これだから7と9の間に通すんじゃないですか。ちょっと逆、そうね、ちょい左入れて、ほらうまい、ちょっと強いんじゃないですか。あ、なにそれ、斬新、ちょっと強すぎちゃったのかな。そうですね、でもあるんじゃないですか。ありそう、これが狙いだったのか、むしろ、まあ、まあ当てに行ったのはあるかもしれないですね。当たってもいい矢でついてそうですね、あの3薄かったんで多分そうだね。そしてサクッとレストで入れる、そう、うまいね。いやでもちょっとこれは薄いんじゃないですか。薄いです。8とサイドの間に一回落としてみたいな感じかな。長調みたいな。長調。そうですね。で7が通ってないですね。7通ってないですね。多分。ね、これ9とチョークッションの間通して7に当てるみたいな感じですかね。ですか。逆コーナーに取るんですか。これ厚くないですか、ね。6番。本当だ。うわ、とっ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 と、うわ、いやもうちょっと熱くしたいけどな。ノータイムで、さあどうする、ここもノータイムでいっちゃうのか。いやすごい、これやだけどね。ねもうちょっと熱く出したくないですか、7番。やっぱあの普段なんだろう、渋いテーブルとかでついてればこんなに渋くないから、やっぱり楽にね、あのショットスピードも球のスピードが遅いから音がしとけば入るだろうみたいな。この8番も結構外せますけど、いやですね。いやーかっこいい。無双。剣と無双。剣と無双。美しいな。かっこいいな。こういうビリヤードやりたいね。こういうビリヤードやりたいですね。ね、ただただ僕そのボコボコにされてますけども、はいはい、ああうまいなーってこう なんていうんですかね、こう観客のような感じ。そう。イメージ良くないよね。イメージ良くなりますよこれ。見てて気持ちがいいビリヤードです ね。早いしね、はい、で05と05、これ援護射撃来てないですか。いやどうだ、来てるんじゃないですか多分。35キロ、まあ、さっき場外した分ちょっと気をつけた感じです。頑張れ大人たち、頑張れ大人たち頑張れって言ってます、ね、大人たち全然出ないそんな一朝一夕でスピード上がんないっすよ。そうだね。あ、これナイスショットだよ、確か。サイドバンク。サイドバンクして。ほら。ほら。何ですか、それ。どういう動きですか。すごい、やばいね。え、この2から3と。研ぎ澄まされちゃった。4と10の間通しちゃうんじゃないですか、これ。そんなことある。おー、どかっこいい。当てて引いたやつ。あーで、あそこトラブル崩しながら、もう無双ですね。無双ですよ今のは。これはイメージしたとこに当たってさらに回転もあると。逆上かな。やばいもう手がつけられます。手がつけられ、あ、これしかし左利きレスト届かないやつですね。これでも5番バタしちゃうんですか。5番あそこですよ、右ですよ。マジっすか、マジっすか。しかし6人隠れそうな。あ、大丈夫です。あの球レストでつけるのすごいっすね。いないですよそんな人、見たことない。俺もちょっと左入れるのかな。やっぱ入ってますね左ね、うまいですね。まあレストのその押し引きとひねりがめちゃくちゃうまかったですね。レストでねひねるの難しいからね。難しいです、経験値なんだろうねレストも。やっぱり ね、 そうですね、普段から使ってれば使いたくないもんねレストはね。使いたくないです。うん、ワンツークッションね、しっかりツークッション目入ってないですよ。入ってないです。ちょっと違いましたね多分本人的に。はい、多分もうちょっと直角で返してくるイメージだった。でもまあ問題ない、問題ないですよ。ポンポンと厚く出そうと、厚く出そうと思ってたんだねきっとね、はい、厚く出しちゃえばもう終わりだな。いやー上で、いやー偉いなー、あんなのちょんってついちゃうもんな。確かに、うん、ここについたほうが乗ってくるよね自分でもね。そうですね、
でもあのサイドバンクからのまとわり素晴らしい。危ない危ない、素晴らしい。あれ06 06じゃないですか。あれ06オタクのブレイクなんか測ってないですよ。多分測ってない何これもう結構真っ白ですよ。いや、測ってた、測ってないのか、測ってないんだ。隣の台は、あ、こういう試練って言ってますか。試練を残したわけですね。これすごいですね、8、9、10がなんかすごいですね、これは、ね、三つどもえの。これはどうすればいいんですか、どこで割りに行くのがあれですか。なんすかね、あ、でも4、あれ5でしょ、あの前が。あ、4入れながら、4入れながらじゃないですか。そこで出すのが難しいですけど、ね、ちょっと熱くなりましたけど、まあ、こうなってきたらもう4、6コンビでもいいかみたいな感じはしますけど、ね、しにす、あ、確かに、あ、新地出しに行くんですね、素晴らしい。いや、すごい、やい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 や、完璧ですね。ここに出れば4入れたら壊せる、うん、しっかりしてんな、かっこいいな。でまあ当てれば、はいはい、うわうまい、素晴らしい。一応まあ今のは通ってるか確認かな、8に通っちゃってる感じで。6から7はまあそんな深く考えてないだろうね、もうね、どうやってもできるんだろう今。あ、熱いだってことで熱くなっちゃいましたね、うん、やっぱちゃんとね振りを考えとかないとうっかり落とし穴がありますからね、はい。しかし、あ、すごいぞ、もうこれなんかもうね、ツークッションでサイド行ってツークッションでポンと出るので、いや、これコーナーで行きます、ね、コーナーですか。僕サイド行っちゃいますけどね。いやーコーナーってこうでしてました、ね、いやでもこれちょっと嫌ですけど、ね、この8が嫌ですよね。彼はもうでも無双してるんで、無双ですね。多分サイドなしで相手してやろうかみたいな。そういうこと、そんなことないです。そういうことだったんです。サイド行きます。いやー、これも嫌ですよね。これも、まあ、まあ入れれば出ますが。逆コーナーですよね。はい、逆コーナー。逆コーナーもね、恐れずこう出していけばね、ちょっとちょっと強いですけど。はい、おじさんたちはもう嫌ですけどね、こんなね。嫌ですね。これ熱く出てほしいですよ、うん、やっぱり最後の10逆コーナーに行くのであれば全然外せますから、はい、いや素晴らしい、しっかりついて07ですよじゃないですか。しかもケント君のブレイクで、はい、もう僕はもうこの時、はい、死んだなと思って、割とおっとあ、また測ってたんだ、またいましたね、あの人、またいましたね、やってやったぜって言ってます。そんなことありますか、こんな邪魔が入る対戦。ひどいですね彼は。そのおかげでフリーボールで、しかもさっきと違うのは2個入ってるんで、入ってます。俺ついに8個ですよ、だから一瞬食いたい、9ボールと同じ状態ですよ、ほとんど一瞬食いたい。しかし2が、1から2がどうしよう、1から2がこれ難しい。2の次は5ですか、2の次は5です、ね、ああもうそこまでですね、そこまでむずいですね、これどうします。これそれこそやっぱり逆コーナー、これワンクッションで1引いてセンター付近を目指してるんですけど、僕はどうなんですかこの出しは。だから2から5をどうするかですよね、どうしたかったのかですよね。どうしたかったんでしょうね、彼は。わかりませんけど、5番右側でもいいやと思ってるんじゃないですか。右のコーナー、逆コーナーですね。はいはい、そう、厚く行け、サイド行けそうだったらサイドでもいいし、はいはい、まあ、逆コーナー。中途半端、ね、何するにも中途半端なとこ出てますね。ちゃんと。そうですね。ちゃんと中途半端。ああ、これもイメージもらってますね。まあ、タクこういうのはスパンとつけるから、隠れたかな。あ、いや、多分ギリ隠れてないです。5番サイド行けんすか。行けんじゃないですか。わお。で危なかったですけどね。ここしっかり、じゃあしっかりつきたいね、もうね、7と10の間通して1、2、3で6番まで出すとか。あ、そっちに逆もつけんの、左もつけんの。いや、分かんない、どうなんだろう。結構でもギリギリな感じだった。ギリギリだから左ついちゃうとね、なんかね、8が怖いな。あ、左だったんだね。
もう割と渾身の入り位置感がありますね。そうですね。いやでもまたここも嫌だね。こういう時にこれだからこれどこ通すんだっていうね。そうこれどこ通すか問題がよくわかんないんですよ、ね、僕今その割にはもうスッと構えちゃって、ね、そう決まってないですよ彼絶対決まってないよね出ちゃった出ないのいやこれ多分ギリあるギリあるの愛されてるあと9の後ろ通るあれいやそんそう本当それだから危ないラインですよ今の9に当たって隠れるとこあるし10に当たって隠れるもうちょっとちゃんと考えた方がいいよいやコトモスはどうしようか大丈夫か大丈夫でしょ引いては出ちゃうんですよ、はい、でも引いてもいやでもこれ多分全然イメージと違うんですよ8コーナーに左のコーナーに多分取りに行ってる左の上下左下に全然違います、ね、多分そう7を切り返して、はいはい、ワンツーで8を左下コーナーにっていうイメージでついてここに出てて完全にペースやられてますどんどん入るなんじゃそれってなってますああいつも出ないずっと出ないずっと出ないずっと出ないのよなんでまたここ逆なんだよみたいなしかし早く構える本当に出すライン決まってるのかなこの人多分決まってないじゃんダブルデーですかあいやそっちですねおおとっ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 とだ出てるんですか出ましたね左手に出ましたちょっとでもでもレストですレストですねこれは入れてほしいな一矢報いてほしいここは入れてほしいよこれ外してカタカタって終わりたくはないでもこの時の彼は外せますね外せますよいや僕も外せますよ俺はこれ嫌ですもんね嫌ですこれ本当に外してる。もう雑念がすごい。いやいや、やりましたね。やっちゃいましたね。それ引っ張られてなのか優しさなのか。そしてこの玉ですよ。さっきのが簡単だったんじゃないかっていう。なんでこういう風になるんですかね。ね。これね入れたらスクラッチですからね。ああしっかり。そう引かなきゃいけないですよね。僕こういう多分逆下結構つくんですけど。逆下いいと思います。右下だと今度あの左下のスクラッチもあります。そうですよね。おお、ナイスショー。ナイスショーってめっちゃ言われてる。かなり。注目度の高いあれですね。そうです。ウィークリーの決勝でもそうなんとか1点は取りましたが、もう相変わらず相変わらずのブレイクですね。ブレイクがもう薄いですね。おこわれて、はい、おこわれおこわれで、ノーイン。かかるまでもない感じで来てませんね、彼はね。はい。ノーインです。もうこういうのもなんかあれですよね。戦略としてこのぐちゃっとした配置を渡すっていう。あ、逆に。そんな戦略ありますか。僕だったら嫌ですね、こういう相手。確かに。あ、それで外れました、一番。これチャンスですね。なんか気持ちよくつけないじゃないですか、これでごちゃごちゃしてると。綺麗に割れてると、回ってきたら取り切れますか。ただ自分にも返ってきますからね、これは。そうですね、返ってきましたね。しかもこの1番で2番で、次3ですよ。だから、ひどいですよね。その縦球してるけど、あの人。冷静な判断力、ね、これ縦球あでも縦球しないと多分あ入れたすごい隠れたんじゃないですか上つくと上つくと隠れるからもうしょうがねえやっつって球立てもうすぐ構えとろうとしてますけどなんかどうするんですか3番そうだねなんでそんなすぐ構えるこれだから見えるところに出せばいいや精神じゃないですか多分4と8の間を通し通さずどうだちょっと見えてない説まであります見えてないです見えてんのかな完全にケント君のペースに持ってかれましたねこれ本当多分もっと引いて、はいはいはい、もっと手玉右側に行って、はいはいはい、もう3厚く見える感じにしようとしてたんでしょうけどここに来て超高いやこれはさっと構えられないですよ誰も多分わかんないですけど、まあ、そうですねしかもゴールショットですからねゴールショットじゃなかったらいいんですけど、はい、これどうなのかな腹切りをコールしてんのかな一応そう違うわ当たらない
あ、こっから、あ、やばい、見えてなかったですね。でもまだこれあれで、あえて見えてなかった。多分僕の予想だと7番を左上のコーナーにコールしてますね、はい、3番で、まあ、まあバンクか、はい、これ6が通ってないのかな。6通ってないのかな。通ってんのかな。上、左上のコーナーありそうじゃないですか。でもいきなり難しいショットですけど、しっかり球効いてますね。うまいな。うまいですね。ちょっと熱い。熱いかな。引いちゃう。引いちゃうんじゃないですか。引いちゃう。いや、もうちょっと上の、あ、引いてるか。引いてますね。素敵。綺麗。なんか無駄のない引きですね、今のは。ね、これさっと構えてるから多分ロックギリギリあるんですよ。 あ、ね、あんな4番をさ、あのコントロールできるってすごいね。確かに、あの引きすぎないっていうのが、はいはいはい、スプライだと引きすぎちゃうけどね。確かに引けないから引きすぎしかないと思う。なんか スタンドローみたいな感じの引きでしたね、うん、素晴らしい。あの歩き方も堂々としてていいね。そうですね。もう褒めることしかないね。確かに確かに、髪型もいいもんね。なんかこうなってくると素敵で、あの一級入魂の T シャツもいい。残り2球で、はいはい、しっかり素晴らしいね。いやもう解説もできないよ、こんな早くてさ。うまいし。うまいし。ただただ無双をされてました。いやしかもね、礼儀正しいことね。本当にいい子ですよ。終わっちゃったのかい？終わっちゃいましたね。いやどうでした？いやもうすがすがしい。すがすがしい負けっぷり。気持ちでしたし、はい、あのこれちょうどその世界選手権だっけ、はい、に行く前にやってたんで、あ、気持ちよく送り出せたなと。気持ちよく行けるんじゃないかなと。あ、そういう気分でした、はいはいね、それでアマナイもね優勝しましたし。そうですね、すごいですよ。この前なんかあの南部めぐみさんもね、うちに出たら全関東優勝しましたし、はい、もうたっくんもすごい。たっくんとやればみんな優勝するみたいな。そう、もう完全に当て馬状態です今。本当にね、優勝したい人はね、ぜひね、ぜひこちらまで連絡していただけると、はい、僕を踏み台にして頑張っていただきたいと、はい、若い子とね、若い子女子ね、おじさんはお断りしてるんですね。そうなの、はい、おじさんは黒子がで十分だろうっていうぐらいな。なるほど、はい、まあそんな感じで、はい、気持ちいいビリヤードが見れましたね。はい、はい、見れました。だね、ケント君応援していきましょう。そうですね、はい、いろんな試合で活躍してほしいと思います、はい。じゃあね、この動画がね、はい、よかったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。